Now we're going to see the number one ranked skater who's on the ice to close the deal. Representing Russia, Irina Slutskaya. 女子シングルスーパーファイナル、もう一人は現在ランキング第1位、ロシアのイリーナ・スルツカヤさん。目をご覧ください。先ほどのにこやかな表情とは違います。集中力を高めてきています。ディフェンディングチャンピオン、イリーナ・スルツカヤ、ロシア。ラウンド1を終わってトップ。目の前でクワンのスケーティングは確認しました。組曲カルメンから彼女もまず最初のジャンプです。トリプルルッツ、トリプルループジャンプでした。しかしこの笑顔です。2年前あまり調子の良くないシーズンがあったんですけれども、そのシーズンから比べて今シーズン、昨シーズンというのは何が一番違うかと申し上げますと、本当にスケートを楽しんでるっていう部分が私はやっぱり一番違うのではないかなと思います。先ほど の, あのジャンプ失敗の時笑ったのもそれ上付けでしょうかね。そうですね。高く上がってからシャープな回転です。表情が和やかになってきました。トリプルループジャンプです。場所で今度は完璧に決めました。さあ得意技、彼女は陸上でのウォーミングアップなども本当にによくやりまして、ジャンプの練習とかフォームのチェックなどよくやっています。ダブルアクセル、滑り始めてからの表情は終始和やか。ディフェンディングチャンピオンは最後まで集中力を高めてきました。イリーナ・スルツカヤ、ロシア。
終始表情は和やかでしたが、最初のジャンプの失敗から自分の集中力を決して乱すことはありませんでした。いかがですか。先ほど前に滑ってらっしゃるクアン選手のスケーティングを見てらっしゃると思うんですけれども、ミスが目立った中で、それでもなおかつトリプルトリプルのジャンプを取り組むなど、本当に攻めの姿勢というのが見られたと思います。そうですね。このあたりジャッジがどう評価するか。そうですね。初めのトリプルルッツ、トリプルループジャンプですね。塔はついていません、はい、これちょっと軸が回転が少し足りなかったので転倒してしまったようです。そして中盤のトリプルループジャンプです。このループは非常にこうしっかりしていました。で、得意のビールマンスピンです、はい、さあ得点が楽しみです。トリプルトリプルのジャンプの転倒の後の集中力の高まり具合をジャッジがどう判断するかです。クアンのこの表情はどうでしょう。スルツカヤ選手、演技自体にもすごく自信あふれるっていう印象を受けました。先ほどのその自信は、スグリさんもおっしゃっていたように表情では楽しむというね、その彼女の表情が、はい、3回転3回転ジャンプ失敗の直後に出た笑みがありました。そのクアが待ちますキスアンドクライのところにスルツカヤが行きます。この2人はどうなんですか、ロッカールームでは。非常に仲のいい選手のようですね。ああ、そうですか、はい、今さあ出ます。どれくらいのテクニカルポイント。あー、ポーランド 5.9、 カナダも 5.9 が出ました。3回転3回転の転倒以上の評価を受けています。プレゼンテーション 5.9、 2人7人中6人が1位をつけました。2連覇達成、イリーナ・スルツカヤ、ロシア。クアンも退けました。女子シングルグランプリチャンピオンはロシアのイリーナ・スルツカヤさん、そして第2位がアメリカのミシェル・クアンさんです。That concludes the final round competition of the ladies. The award ceremony will take place on the ice. Please allow some time for the preparation.